ということで、今長崎県に、昨日愛知県に行って今日は長崎県に来てるんですけども、今回長崎ベルカさんに、お邪魔したということで、長崎ベルカの選手、高平寛選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お久しぶりです。長崎ベルカあれですよね、今年本気ですか B1 勝負ということで決定しました。ありがとうございます。あの実は、高平選手6、7年前から、バスケ一緒にしたりとかで結構僕は先輩としてよくしてくださってて、なんで、今回、せっかくこうやってコラボできたということで、今回の企画なんですけども、プロ3年まで帰れません。過去、6年前もまだプロになる前ですね、結構1対1とかもやらせていただいたんです。もう負けたことないですね、僕は。まあ、このからですからね、僕より2、30キロ重いですから、まあ、なかなか勝てないんですけども、今回 B1 に行ったということで、一回ここで僕、勝ったっていう称号が欲しい、それだけの企画です。だから、今日いっぱい1対1します。1対1、3本マッチ。幹事さんが、勝っても、まだ1対1終わりません。僕が勝ったら、今日の企画終了です。それで、今日は幹事さんに僕が勝てるまでやっていくんで、早速やっていきましょう。せーの、ゴーイ。今回のサクッとルールなんですけども、3本選手です。はい、もう3本のみで、先行後攻なし。 OK です。その代わり、最初の先行後攻は、3ポイント、これなんか長崎ベルカラインみたいなのあるらしいんで、カリーぐらいが打つぐらいの遠さにあるこの3ポイントライン、ここで、入った方から先行でいきましょう。いきますか。じゃあ先行ってます。いいですか。じゃあ僕先行っすね。これいきます。まあまあ最初で、はい、すげえ。あの昔はこんなに入らへんかったから3。うわっ、そんな感じで僕もじゃあ本気でヒットしてます。最近鍛えてるんで。よっしゃ、よっしゃ、おいしい、うまかった。これはないですよ。あんま、あれ、ちょっと待って、マジさん、なんかうまなって、うまなりましたね。まあ、これが6年間のレベルの差ですよね。いや、これほんまそうよ。これ僕先行、早くオフェンスしたいもん。いきます。決めて、これを決めたい。よし、まあ、大丈夫？これが、大丈夫？戦車みたい。自信ないんすか、僕を止める。僕止める自信ないから。うわ、怖っ。やったー！せっかくのオフェンス。そんな。2対1。そろそろ尺的に終わらすか。
大丈夫です。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 大丈これで終わります。ナイスだー！よいしょ！ナイスだろーって！せっかく！あと1回やったのに！行きますよ！ほら、これ体力勝負！これ決めてたらなー。これ決めてたら。ナイス、早く！走って走って！5球打つじゃん。え？5球打つ？あ、いいっすよ。これ入ったら。アドバンティーズだな。あ、はい、大丈夫。どうでいいか。もうそろそろ。あ、手振りするわ。あれ、早くしようね。強すぎる。ほら、あかんわ。張って持ってます。永遠に変えられへん。いい休憩できました。もうそろそろ終わらしい。ちょっとこの戦い大事に行こう。行けそうな。絶対ない。ほら、ほら、ほー、ラストー、ようやく来た。皆さんありがとうございました。ありがとう。この動画もどうやって勝ちるの。この感じで、これこの感じで、ほい、どうしたのかな。よしよしよし。なんだ。はい、リニ。これはビビってる。開けすぎ。ドリンクタイムなしですか。え、ドリンクタイム、あ、いいっすよ、全然飲んで。あ、いいっすよ、はい、まあ飲んでいいっすよ、全然。いや、やめとこ。やめとこ。じゃあ僕もそうそう、先輩に気使うのやめます。これが6年のブラウンの安定。タイムアウト。タイムアウトあります。強すぎる。舐めてた。体強すぎんで。で、あの身長も高いんで。僕あの6年前からやってますけど勝ったことない。1対1今日は。けど倒さな帰れないんで。かれこれ30分ぐらいやってます。ですよね。ちょっと倒して帰ります。始まった。おい、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 
って同じやつやったか。どうした？え、1-0？ 1-0。きたですね、体が強すぎ。ありがとうございました。スタッフの皆さんは今日はいつもより気合入ってるって言ってますけど、まあ、試合以上に勝負どころでやっぱり今日気持ち作ってきたんで後輩には負けれないなと思ってちゃんとインタビュー見たってB1 の開幕戦、どこでしたっけ、千葉ですか。千葉ジェッツです。あ、千葉ジェッツ。あの、僕も戸川さんとやったことありますけど、あの宇宙人もしっかり倒して頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。強かった。あ、この動画あの全部カットして最後のだけ使うんでこれあの最後のやつだけ。この汗見てくださいこの汗、これあの何回目だと思います。あの9回目のやつから始まるから、もう開始からこれがただの汗っかきっていうまで始まってますこの動画いやでも面白かった、久しぶりに。よかったよかった。昔はね、僕よりシュート入らなくて。それはないんですけど僕よりシュートボールさんも入らなくて。183しかないし、外人にドライブで行くんで。体の使い方はこれがやっぱトレーニングをしっかりしてるので、ストイックなんで一番。いや、よかった勝てて。今からベルカのチャンネルでこの、あ、筋トレですか。あ、これになる筋トレ。あ、皆さん、あの今からベルカの方のチャンネルでも何トレーニング方法みたいなんで、あのジムもすごいんで、そうそうそう、練習するみたいなんで、ぜひそちらも見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。